はい、こんばんは、タカです。昨日もお伝えしましたけども、夕方の動画に関しては、朝と内容がもうかなり被る部分も多かったですからね、少しまあ時間短縮というところも含めて、朝とまた対してこう環境が変わってない場合、動画の方はもう出さないでおこうかなと、もしくはまあ出すにしても動いている通貨というのを中心に、話をしていければと思っています。というところで、今日はちょっと動きないんでね、動画の方は出さなくてもよかったかなと思うんですけども、ただ朝ですね、ドル円の動画出したんですけども、実は僕もう一本の動画出せてないんですよね。少しこうパソコンの方が不調で、動画の方が撮れなかったので、主にドル円以外の通貨ですかね、このあたり、流れ終えていませんので、今日はそのあたりを見ていきたいと思います。では早速、こちらがドルインデックス、1時間足に冷やし化されています。ドルインデックスに関しては僕はもうずっとレンジを見ています。現在地もレンジの真ん中ということで、少し難しい位置だと思いますね。明日こういう時を控えていますんで、それまではもうちょっと動きは鈍いかなと、レンジを強く意識したいですかね。そうすると上から売る、下から買うが基本になってくるかと思いますけども、ただ今の位置ですよね、レンジの真ん中、この位置からドル買われますか売られますか、こういったのはもうちょっとわからないところだと思いますんで、少しこのドル絡みの通貨に関しては難しい環境だと思います。今日の値動き見ても値動き止まってしまってますからね、夜に動いてくるかと思いますけども、特にこうドル買い優勢ドル売り優勢、こういった流れを見ていくような環境ではないかと思いますね。見ていきたいのはレンジ相場ですから、高値圏や安値圏での値動きに注目はしたいですね。というところで、期待は明日の雇用統計になってきますかね。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷やし化されています。逆にすごく今面白い動きをしているのがこの円ですかね。強い上昇トレンドがしっかり見えていますけども、昨日ですよね、結構押しが深く入っています。まだ押し安値割れてもいないですから、押し目買い、していくのも何も問題はないように僕は思いますけども、ただこれだけ押しが深いといろいろこう目線としては違った目線も見えてきます。例えばこれ直近だからブレイクしてるんですけどね、これブレイクしたのが潰された形にもなっています。ブレイクの否定になってくるんなら、このあたりが抵抗になるわけですね。上の抵抗見えてくるんならレンジの形も見えてきますんで、そうすると現在地というのは決して安値圏ではないんですよね。どちらが正しいのかというのはこの後の流れを見ないとわからないわけで、現状ではもうこういった環境をしっかり抑えていくのが大事になってくるんじゃないかなと思います。僕としては一旦これ高値潰されてますんでね、やっぱり上値試し失敗、上値が重い状況を少し自分は見ていこうかと思いますんで、若干円に関してはね、上値が重い状況を見ていこうかなと。ただ今日に関してはこうリバウンドなんかも少し入ってきてますからね、これをどう見るかですかね。円に関しては少し僕は、上値の重さを見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが通貨強弱チャートになります。こうしてみると今日も全然動きないですから、夜に期待というところですかね。注目は昨日のこの円の売りの流れですかね。今日は少しリバウンドなんかは入っていますけども、円売りの流れが再度出てくるんなら、黒線もしくはドル円あたりはそこが動きになってきますんでね、今ドルが動いてないですから、円の方に動きが出てくると、全体的に少し動きは出てくるかもですね。ドルが動いてない分、やっぱり黒線ドル円、このあたりが今日も注目ポイントにはなってきそうな気がしますが、どうでしょうかね。夜はちょこちょこ細かい指標なんかもたくさんありますんでね、そのあたりの値動きも注意はしたいところですね。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足冷やしを重ねています。ドル円は僕は少し難しい環境になってきたかなと。今までは下落トレンドが見えていたと思いますけども、自分は現在もう流れが止まって調整局面に入ってきたんではないかなと見ています。そうすると今の現在地、おそらくこういったレンジを見ていくことになるかなと思うんですけどね、そうするとレンジの真ん中なんですよね。今の現在地がすごく中途半端なんですよね。ドルも動いてないですから、この真ん中から上がるか下がるか、こういったのを見極めるというのはなかなか難しいんではないかなと思います。まだ高安も1回ずつしか試してないというのもありますんでね、本当にこの辺りが高安になってくるかどうかというのもまだはっきりしない部分でもありますんで、ちょっとこう不確定要素が多いんですよね。下落の流れも止まったとは僕は判断してますんで、そうなるともう本当に難しい環境になってきそう。トレードしていくんなら高安の把握というのはこれも必ず必要になってきますんで、それが今とても見えづらい今の現状ではなかなか積極的にトレードをしていく環境にはないかなと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくと、年末大きな売りの流れが入った後に、調整局面から上の方に抜けてきた動きですね。少し波の反発が見えています。赤い波を見ていくんなら戻り売りを見ていく、こういったのは全然問題ないと思いますけども、ただ短期の上昇トレンドも生まれている現状ですからね、下がれば押し目買いなんかも入ってきますよね。こういった売り買いの攻防というのも出やすい状況で、今は小さく高値安でも見えてきていますんで、せめてこういった小さなレンジからのブレイクがないとね、次の流れも見えてこないんではないかなと思います。少しやりにくさがありますかね。ドル次第というところもあるんでしょうけども、このドルがはっきりしないですからね、少し難しい環境かなと思いますね。
はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に冷え性を重ねています。このユーロドルに関しては小さなレンジ、これからブレイクしてきた流れが、まあ、正月見えたわけですけども、これが否定されましたかね、すぐに戻しています。逆に底堅さを見せたということになりますんで、僕ならまずはこのレンジを見ますかね。そうすると今の現在地は安値圏ですから、やっぱりこのレンジの下から上まで買いの流れを見ていきたいところです。レンジの加減、サポートが 1.05 の80あたりですかね。これを割れてくるまでは、しっかり買い目線でその方を置いたいと思うんですけども、ただ上げていくためにはドルの方に売りが入ってこないとなかなかまあ難しいと思いますんで、まあ、今夜はこのドル売りに少し期待はしたいところですかね。ただ動いてこないかもですね、明日雇用統計も控えてますから、そこまで大きな動きを期待するのは難しいかなと思います。まあ、とにかく今の現在地ですね、レンジの加減、安値圏ですよというのは押さえておきたいですね。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷え性を重ねています。ユーロ円も下落トレンドはっきり見えているんですけども、昨日ですね強い戻りが入っています。これは明らかに意見の分かれるポイントだと思いますね。下落トレンド見ていくんなら戻り売りを見ていくと、まあ、決して間違いだとは思いませんけども、ただ安値の方にブレイクしてきたこのローソク足を全てすぐにひっくり返してるんですよね。否定する動きが昨日見えていますんで、この139円というのがサポートになってくるかもですね。まあ、分かりやすいのは上位足だと思います。こちら週足を重ねているんですけども、週足見ていくとやっぱりこれ流れが止まってきているように思えないですかね。であれば、この位置からショートをしていくのはどうなのかなと。やっぱりサポートが見えていて安値圏ではありますんでね、波の反発なんかも少し意識したいところかなと。まあ、そして昨日のこの上げというのもかなりペースよく上げましたんでね、ショート勢もたくさん入っている状況というのもあると思いますんで、深い押しが入ってしまうとね、まあ、このショート逃げてしまいますんで環境も変わってしまうかと思います。もし買っていくんならあまり押さない状況ですかね。浅い押しからの高値更新、短期の上昇トレンドを少し意識して相場の方を見ていきたいところですかね。年末、まあ、黒線全般に言えることですけども、売りがかなり強かったんですけどね、ただこの売りに関しては安値を割ることができなかったという流れになってくるかもしれません。このあたりの攻防というのがすごく面白い場面だと思いますね。注目だと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。これはもう特に何も言うことないですかね。レンジが見えていますから、まあ、レンジを見ていきましょうということになるんじゃないですかね。現在もまあレンジ内の動きになっています。であれば、まあ下から買っていく、上から売っていくが、まあ本当に基本になってくるかと思いますんでね。まあ今みたいなこういった真ん中付近っていうのは少し難しい場面だと思います。あまりこう前のめにならずにね、現在地の把握だけしっかりやっていきたいところですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。このポンド円も面白い環境ですよね。まあユーロ円とほぼ変わらない環境なんですけども、売りの流れが見えてますから戻り売りを見ていくと、何も問題はないんですけども、ただ昨日のこの戻りが強かったがためにね、この辺りのサポートなんかも見えてはいるんですよね。短期の戻り売りなんかも入ってもいるような状況だと思いますんで、まあ、今日ちょっと押しが入ってますけども、この程度ではまだまだね、押しとしても浅いと思います。短期の上昇トレンドを見ていくのが僕は今面白いんじゃないかなと。ただそのためには先ほども言いましたけども、深い押しが入ってしまうと短期のショート勢を逃がしてしまいますんでね、まあ、今日なんかちょっと押しが入ってきてますけども、浅い押しを意識したいですかね。ですからまあこの後夕方あたりから、このあたりのサポートが見えてくるんなら一旦の中を見ていくのも、僕は面白そうだと思います。ただ、こういったサポート割り込んで深い押しが入ってきてしまうとも環境変わってしまいますんで、まあ、そうなったらロングはどうするか、そのあたりを考えながら、まあ、トレードはしていくことになるかなと思いますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。ここに大きな売りの流れがありますからね、やっぱり戻り売りが入ってきやすい状況はあるかなと思います。ただこういった流れがあるから売りが入るわけで、その売りを捕まえることができれば、まあ、これが上げの燃料にもなっていきますんでね、やっぱり自分はまずはこの青い上昇トレンド見たいところですかね。まあ、そのためには今このあたりサポートが見えてこないとなかなか難しい。割り込んでしまったらショートを逃がしてしまいますんで、まあ、環境が変わってしまいます。今のこの程度の押しだったら、まあ、特に問題はないかと思いますんで、まあ、今夜はこのあたりのサポートですかね、159円あたり、サポート強ければ僕は一旦ロングは考えてみていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷え性を重ねています。5ドルもまあレンジが見えていますけども、ただここ最近5ドルが案外強いんですよね。なかなかまあ売る流れになってこないです。今の現在地は高値圏ですから、まあ、この高値から売っていくというのは一つのアイデアにはなってはきますけども、ただ昨日なんかもそうでしたけども、5ドルにしっかり買いが入ってくるもんですから、こういった5ドル絡みの通貨というのがなかなかまあチャート崩れてこないんですよね。まあ、当然これレンジの高値圏ですから、まあ、ロングも慎重になる場所だと思いますけども、なかなか下がらないという状況がね、まあ、しばらく出てくると、まあ、逆にまあ高値圏ではあっても買い場を探していくのも面白いかもですね。今はまだそういった短期のサポートも見えてこない状況ですから、まあ、レンジの高値を意識して、まあ、少しこう買いは慎重になりたいところですけども、まあ、売るんではなくてやっぱり買い場探しになってきますかね。5ドルを売っていく、僕はこれは慎重に判断はしたいところです。ただ5ドルを買うには少しまだ環境整ってないですからね、まあ、少し様子見ということになってはきそうです。
相変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。これも下落トレンド見えていたんですけども、これサポート割れてないんですよね。他のクロス線と比べても明らかに今サポートの強さが見えています。現状戻りの高値で一旦流れが止まりましたかね、こういったところは抵抗になりやすい場所ですから、流れが止まるのはもう十分わかるんですけども、環境としては売りの流れが止められての調整レンジですかね、高安がはっきり見えてきています。であれば今の現在地高値圏ですから、ロングは慎重にということになってはくるんですけども、ただ昨日ですよね、しっかり買いが入ってきています。この買いの流れを見ていけばおしまいがなんかも入ってきそうですからね、一旦この高値圏での攻防というのを意識したいですかね。するとまだこの辺りサポートも見えてくるんじゃないかなとも思いますし、サポート見えてくればロングなんかも面白いと思います。高値ブレイクするかどうかはこれは話は変わってきますけどもね、一旦この高値までを目指した買いの流れ、買い場探しでまだそこの歯を見ていくのがいいのかなと。円の状況が少し読めなかったりはしますけども、5ドルはすごくやっぱり強いと思いますんで、継続してこの5ドルの買い場探し、これをやっていこうかと思います。はい、ということで、今日の相場ですけども少し硬直感出てきてしまいましたかね、明日雇用統計も控えてますから、あまりこう大きな動きを期待するのは難しいのかもしれません。まずはドル円ですけども、やっぱりこうレンジが見えていて、現在地もレンジの真ん中ですからね、動いたとしてもちょっと流れに乗りにくい場所だと思います。これはもう本当にあまり前のめにならないように注意したいですね。あとはクロス線全般的に言えることですけども、昨日の買い戻しによってサポートが見えたと思ってますんで、少しこう買い目線でそのほうを見ていきたいですかね。今日なんか少しまだ調整が入ってはいるようですけども、この調整がそんなに深い押しになってこないんであれば、昨日はショートを捕まえた環境もあるように思いますんで、昨日の流れを引き継いだ動きですかね、買い場を自分は探していきたいなと思います。あとはドル層、少しドルが動いてないですからね、値動きとしては難しい環境にはなってしまってるかなと思います。レンジ相場ですかね。これは明日の雇用統計を控えてのポジション調整という流れになってくるかなと思いますんで、少しこう突発的な動きはね、年末年始ですから出てくるかもしれませんけども、あまり大きなトレンドは期待せずに見ていこうかと思います。今回は以上になります。それでは今夜も頑張っていきましょう。